はい、これからエビニラタマを作ってみます。材料はむきエビ、塩少々、お酒、片栗粉、ニラ、卵、塩コショウ、鶏ガラスープの素、お水、濃い口醤油、サラダ油です。次はむきエビに塩少々、お酒、片栗粉、合わせておきます。次に卵を溶きます。塩少々、胡椒少々、これを溶きます。次に水、鶏ガラスープの素、お酒、醤油、これを混ぜて準備しておきます。次にフライパンを熱し、サラダ油を引きます。卵を炒めます。一旦出しておきます。サラダ油を敷きます。エビを炒めます。次にニラを入れます。卵を入れます。合わせ調味料を入れます。はい、これでエビニラタマの完成です。